学校学生生徒旅客運賃割引証は JR グループの乗車券を学生割引価格で購入するために必要な証明書。用紙は全国共通で一般学校用と通信教育学校用の2種類がある。また旅客鉄道株式会社以外の運輸機関における学生割引のための割引賞についても述べる。一般学校用の 学割証通信教育学校用の学割証学割証の実例修学上の経済的負担を軽減し学校教育の振興に寄与することを目的として日本国有鉄道によって始まった指定した学校の学生生徒が JR グループの鉄道の乗車券購入時に窓口に学割証を提出するとの学生証の形態も必要であり実際に 窓口で提示を求められる場合がある、片道の営業キロが 101km 以上の区間を乗車する際の片道乗車券、往復乗車券、該当する連続乗車券の券変が2割引となる。また、往復割引との併用も可能で、往復割引後に学生割引が適用される。JR バスグループ各社の一部の高速バス路線も割引制度が設定されている。 学割乗車券を使用する際も、所属学校の学生証を携帯する必要があり、社内改札等で学生証の提示が求められる場合がある。過去に発売されていた中有切符のアプローチ券においては、行き券、帰り券それぞれの乗車運賃から3割引きとなっていた。旅客鉄道株式会社各社の旅客規則で定められているが、各社ともに同一の様式で、 割炎症の文字は緑色となっている。有効期限は一般学校用は発行日から3ヶ月、通信教育学校用のものは面接授業、試験期間の初日の10日前から終了日の5日後まで。ただし、在学期間を超えてはならないと規定されている。また、インバウンド対応や2019年5月1日の言語改元に対応するため、 旅客鉄道株式会社各社が旅客営業規則等に定める乗車権類の様式を西暦表示に改めたことに伴い2018年3月17日以降に発行される割引証の様式は言語表記から西暦表記に変更された。学割証は旅客鉄道株式会社が印刷を行い独立行政法人日本学生支援機構が配布業務を行っている。 2003年度までは文部科学省が配布業務を行っていた。学割証を配布された各学校は未記入の学割証に代表者氏名や所在地等を記入して学生、生徒に発行する。このため学生、生徒が学割証を入手するためには学校の事務室、学生課などの窓口に使用目的を明らかにした上で申請する必要がある。なお、 使用目的の範囲であれば、一人当たりの発行枚数に制限はない。以下に挙げる学校の学生、生徒。ただし通常の教育課程の学生のみで、研究生、専攻生、長講生、委託生等は対象外となっている。使用目的の制限については、旅客鉄道株式会社各社の旅客営業規則には一切記述がないが、文部省の通達によれば、 下記の目的のみに使用できる。このため本来は、個人旅行に使用することはできないが、学校によっては、使用目的を厳密に審査せずに発行される場合も、あり、また最終的に学割証に乗車区間を記入するのは、学校ではなく、学生、生徒とされているため、目的外の用途で使用するものもいる。休暇、所要による、 規制実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの成果の教育活動学校が認めた特別教育活動または体育文化に関する成果外の教育活動就職または進学のための受験等学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加症病の治療その他修学上支障となる問題の処理保護者の旅行への 随行旅客鉄道株式会社や JR バス以外の運輸機関においては、学生証の提示により、学生割引を適用しているケースが多いが、旅客鉄道株式会社用の割引証の提出により、学生割引を適用する会社もある。例えば、青い森鉄道、羽幌宴会フェリー、九州優先、丸エフェリーなどがある。これらの会社の場合、 学生証の提示だけでは学生割引が適用されず通常運賃が請求されるので注意を要する。また次のように独自の割引証を発行するケースもある。ありがとうございます。